はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルフィッシュです。では、今回は、発音版演法、現代元中国訓プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ロシアと韓国の間で戦争勃発、これに、介入したところですね、アメリカ軍に押し込まれて、結果的に、中国が攻め込まれるという状況になってしまったので、一旦ですね、ロシアと韓国が開戦したと傍観して、韓国の戦線が伸びきったところで、一気に、韓国に対して宣戦布告、を行っていきました。で、韓国がですね、北朝鮮を、併合していたので、逆に、韓国を打ち負かし、北朝鮮領を獲得したという状況になります。で、北朝鮮実はですね、結構重要なアルミ資源を採掘できる、ところになっていましたので、これを取れたのは、大きいのかなというふうに思っています。今回はその続きですね。まあ、最終目標はやっぱりアメリカ、これの攻略になりますので、なんとかね、アメリカを潰していくと、そのための戦争準備、継続を行っていきたいと思っています。で、軍の方はですね、新しく取った北朝鮮、ここに展開を新しくさせています。まあ、ロシアとの国境にも小規模ながら軍は出しています。まあ、ここにね、戦いが起きるという想定はしていないんですが、国境の警備という意味ですね。で、イタリア、クルディスタン戦争に、クルディスタンが、そしてルクセンブルクが参戦という状況ですね。ここに関して言うとどうだろうな。フランス、クルディスタン。このあたりはね、戦力としては注意する必要があるかなと思いますが、早めに潰しておいてもいいかなっていう気はしますね。軍をね、今、ギリシャの方から戻してきている状況ですけど、少し戻している軍をね、ヨーロッパの方に差し戻してもいいのかなという気はします。海軍が少し韓国にやられてダメージが出てるんですよね。一度、この辺りも一度整理してですね、海軍の再編というのもやっておく必要があり、そうですね。ちょこちょこ沈められてんだよね。こうやって見るとね。韓国。もう一回韓国潰しておきたいぐらいだけどね。まあ、ただ韓国は今や、そういう意味で言うとね、ロシアの陣営に入っているので、そうだよね。ロシアの傀儡国になってますので、今までと状況は変わっているのかなという気はします。まあ、でもね、どかどかとロシアが我々の船を沈めてきているようすなので、海軍は一度撤収だな。これ以上戦力を減らすわけにはいかないので、一度撤収。後に最終決というのをしてもらいましょう。ではこれで時間を少し進めていきます。はい。今ね、2029年になってます。まあ、今、現実社会では2020年なので約10年後、ロシアがフランスとついに地上戦展開しています。これ遅れると、ロシアにね、派遣を持っていかれてしまう可能性があるので、フランスに対して宣戦布告していきます。で、三大超大国という状況をね、作り出していこうかなというふうに思っています。まあ、ズバリですね、中国、ロシア、そして宿敵アメリカというね、この構造です。まあ、残念ながら日本はね、この中に全く関係がないという中国の属国化されている状態に近いんですけども、僕あくまでもゲーム上の話なんでね、僕も不本意ではあるんですが、一旦このまま超大国化した中国、ロシア、アメリカのね、三大超大国による覇権争い、覇権戦争とでも言うべきこの状況を有利に戦えるように、軍を展開していきます。ロシアへ宣戦布告可能な状態になりました。ロシアに対し、あ、ごめんなさい、フランスですね。軍がですね、まだ到着していないんですけども、遅れるわけにはいかないので、
ここで宣戦布告します。イタリアにですね、今向かわせているのがこの遠征1軍、少しね装備、十分とは言えないんですが、ここにはですねアパッチ級の攻撃ヘリ100機、つけています。さらに遠征4軍、これもですね今イタリアに向けて進撃中。イタリアに到着したらイタリアがフランスとの国境を破って攻撃していきます。ここにもアパッチ級ですね、100機つけています。そして遠征5軍ですね、ここがですねもうすでにスロベニアとの国境に展開済んでますので、フランスと海戦できる状態になったら即時攻め込んでもらいます。これで宣戦布告です。うまくね戦ってもらいましょう。ここにも攻撃ヘリ100機をつけてます。まずはフランス国境に到着したらフランスに、スロベニアも早々に、戦いをね集結させて軍を動員していきたいと思います。イタリア軍がすでに戦ってくれてますね。我々もこれに遅れずに参戦したいという意向です。今ちょうど画面の真ん中に遠征1軍がフランス・イタリア国境に向かって進撃中の様子が、緑の矢印で出てると思います。スロベニアはもう陥落できそうですね。スロベニア陥落させたら遠征5軍ですね、スロベニアに攻撃中の遠征5軍もフランスとの国境に展開させていきます。なので全部で3軍、3つの軍、合計、39師団ですね、38師団かな、38師団を投入する戦いになります。まあ、アメリカ相手であれば当然厳しい戦いになりますけど、アメリカ相手ではないのでね、ここはグイグイゴリゴリ行きましょう。あとですね、ブラジルの方でアメリカ、フランスとロシアが代理戦争してるんですけども、ここもちょっと微妙な状況ですね。ブラジルがね万が一敗れるっていうことになると、ブラジルの広大な領域がフランスの元に落ちてしまうので、それはそれで微妙ですね。ただフランス、パリはすでに陥落してるな。早い者勝ちだぞ、この戦い。ボルドー方面に向けて、遠征5軍を投入しましょう。アメリカ軍が来ている。アメリカ軍が来てるじゃないか。くっそ。よくもまあ来るな。ここはアメリカ軍を殲滅しよう。アメリカ軍がやってくるとね、話がまた、ぐぐっと変わってきちゃうんで、広げられる前に殲滅しましょう。では時間を進めていきます。もうフランスは領土の大半を失ってますね。でアメリカ軍も潰した。であればボルドーに向けて一刻も早く進撃だ。完全に持ってかれたな、ロシアに。陣営マップ確認しておきましょう。陣営マップでいうとセントルシア協約が今敵になってますね、暫定的にですが。そういう意味で言うといくつか残ってはいるんだな。ちょっと待ってね。ここに残ってるね。しかも上陸されてる20師団。アメリカ20師団、トルコじゃ持ちこたえられないぞ。トルコが陥落する恐れがありますね。これはまずい。まずすぎる。どうするか。そうだなぁ。今すぐ動かせる軍。遠征4軍を急遽トルコに戻しましょう。こんな状況になっていたか。ちょっと目を離してる隙に。これだから油断ならないな、アメリカは。もうちょっと早く気づければよかったですね。これ、アメリカに蹂躙されるぞ。トルコが。
アメリカが2種師団も送り込んできているとなると、これは話がだいぶ変わってくるので、軍、フランスとあちゃこちゃやってる場合ではないですね。急ぎ、トルコの救援に向かいましょう。万万が一、トルコが脱落するとなると、ギリシャも危なくなってきますからね。ちょっとそういう状況はあまり想像したくないので、なんとか踏みとどまってもらえるようにですね、急いで軍を派遣します。では、時間を進めます。はい、フランスが降伏してます。心配なトルコの状況があるんですが、戦勝点35を得てますので、これでいくつかですね、要求を通していきます。はい。残念ながらですね、ちょっと新たな領土を得たりすることはできませんでしたが、それ以上に厳しい状態になっているのがですね、トルコですね。これ急いで軍を戻しているんですけども、少し足止めを食らっています。なので、まずはね、トルコに入りましょう。ネパールが陣営に招待できるようになりましたので、ネパール陣営に招待します。どんどこどんどこ、陣営を大きくしたいところですが、ロシアが一歩ね、抜きん出た感があるので、ここはアメリカ軍を叩いてですね、アメリカの師団の数を減らしたいんですが、それにしたってやられたなという感じですね。トルコがまんまと駆逐されていくのを、こうやって見ていることしかできない。はい。ようやくトルコの支援にやってこれましたので、ここからアメリカ軍をなんとか駆逐していきましょう。まずは、挟み撃ちにできるかどうかですね。まあ、それには少し軍の数が足りていないので、この後も増援を送り込んでいきます。アメリカ軍の師団をここで丸ごと殲滅できれば、だいぶ大きくなりますけどね。ただアメリカ軍も、ここはむちゃくちゃ軍展開してきてんな。そしたらですね、ここに30師団展開しましょう。アメリカ軍も、トルコとね、一進一退という状況の中、少しずつ押し込んでいっているので、消耗はある程度していると思うんで、ここで元気な中国軍が入ってきたら、戦況ね、逆転できる可能性、十分にあると思うんで、このまま進めていきましょう。このイスタンブールの狭いところで密集して戦ってるので、補給的にかなり厳しいですね。アメリカ軍の方が有利に戦われているので。さて、どうしたものかという感じかな。あとは、まあ、禁じ手というわけではないですが、どっからか迂回させて、トルコ側から戦わせるという手もありだよな、これね。迂回ルートがあればちょっと迂回してもらって。トルコ側から押し込んでいくっていう動きも必要ですね。このままの展開でいくと、残念ながらトルコが沈没する。もう下げられない状態になりつつあるな。今ですね、この遠征1軍をトルコ側に上陸させて、トルコ側から戦わせる。で、遠征4軍は強襲上陸したいんですが、まあ、残念ながら艦隊がいないので、強襲上陸は難しそうですね。なので、強襲上陸は取りやめて、トルコ側に入りましょう。それで押し込んでもらえますか。それぐらいしかちょっと思いつくものがないかな。頑張りましょう。艦隊を呼び寄せてですね、このエーゲ海の制海権取ったので、トルコは絶対に守りたいので、強襲上陸が一つ。あとは、
イスタンブールの防衛が一つ、トルコ側からの参戦が一つと、三つの、あらゆるですね、経路を使って守りに入りましょう。なんとしてもここは、イスタンブール陥落は避けなければならないし、トルコ自体もですね、もう領土の半分近くを失っている状態なので、これを巻き返すには、起死回生の海軍による、しっかりとしたね、支援のもと、強襲上陸をかけていくということでしかちょっと得られるものがないですね。強襲上陸に成功してます。そしたら残りはどこにいる？残り大半がこっちか。で、こんな状況。なるほど。であれば、ちょっと一部の軍は、動かしていっちゃいましょう。あんまり数、持つような状況ではないので、ここは。かく乱戦法ですね。かく乱戦法。どうやったら数を減らせるかなんですよね、アメリカ軍のね。もう一度作戦を整理し直します。トルコ、ギリシャを舞台にした代理戦争、アメリカとの、もう完全にアメリカ軍と中国軍の戦いになってるんですけども、さすがにアメリカ軍強くてですね、この状況を打開できずにいます。何かいい策があればいいんですけど、強襲上陸かけようにもですね、主要港はすべてアメリカ軍に抑えられていて、強襲上陸をかけてもすぐに跳ね返されます。なんで、このままだとトルコを見殺しにすることになってしまうので、軍をですね、可及的速やかに増強しなきゃいけないかなという状況ですね。で、それを踏まえて、本土防衛軍からですね、一部12師団を引き抜いて、このトルコに今向かわせてます。で、イスタンブールからの進撃ルートというのはもう事実上ないと思うので、もうここはね、どうにもこうにもならない。ただ、ここに軍を置いておかないと、アメリカ軍に突破されたらもう守りきれないので、ギリシャが。ここにね、15師団を置いておくのはもうしょうがないかなと思うので、残りでなんとか今トルコとギリシャでつばぜり合いしている、ここのラインですね。ここのラインに、軍をね、投入していきたいと思ってます。いや、アメリカ軍やっぱり強い。本当に。我々の軍もね、十分に強化を続けてきて、戦える自負があったんですけど、それでもご覧のようにまだ、その差がね、あるのかなという気がしますね。あと10年あれば逆転できるかなと思うんですけど。まあ、なんとかここを守り切って、奪還をね、していきたいなというふうに思ってます。というところで、今回ね、ちょっとあまり喋り、トークの部分、実況があまり少なかったかなと思うんですけども、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。